皆さん、まとめにかかりました。デモンストレーターの田原栄一です。今日ご紹介するのは、懐かしフィルターということで、こちら、健康の MC1B スカイライトフィルターですね。これは一時期ものすごく売れたんですが、今はいよいよ販売のラインナップから消滅してしまったという、そういうフィルターですね。1B スカイライト。スカイライトというから青空が綺麗に映るフィルターというふうに思われがちですが、青空が綺麗に映るフィルターというと、それは CPL フィルターですね。また、青空がうまく出ない時に青空っぽく出そうというと、それはハーフブルーフィルター、半分の角型の色付けフィルターということになりますから、いずれもスカイライトというフィルターとは関わりがないということになりますが、このフィルターですね、ここに当時のパッケージの紙が出てきましたけども、晴天時の常用フィルターに最適というふうに書いてあります。晴天時、晴れた天気の時に、つけっぱなしに置くといいフィルターですよということなんですが、実際はね、晴天時じゃなくても、もうレンズの常用フィルター、保護フィルターとして使われてたフィルターなんですね。どうして保護フィルターとしてこのスカイライトフィルターが使われるようになったんでしょうか。このあたりから考えていきましょう。今更スカイライトフィルターのお話をと思われるかもしれませんが、先日ですね、健康の2階のサービスショップにですね、このレンズに対して PL フィルターと ND フィルターを買いにお越しになったお客様のレンズを先にこのスカイライトフィルターがついてたということがきっかけで今日はお話をしようと思ったわけです。1980年代にね、写真をやっておられた方、またそういった方から、レンズを譲り受けた方、あるいは中古カメラでたまたまついてた保護フィルターがスカイライトだったといったケースで、このスカイライトフィルターをつけっぱなしにしているというケースがあります。このフィルターですね、1980年代ではレンズ保護用フィルターとしては大変一般的なものでした。どういったフィルターかということで、これ当時のパッケージですね。住所が新宿区西落合、今サイトロンジャパンが入っているビルの住所になっている株式会社健康のパッケージです。ここにあります。晴天時のカラー写真撮影では、青空からの青みの強い光によって建物や人物などのシャドウ部分が青みを帯びてしまいます。スカイライト 1B フィルターは青空光の影響を抑えて理想的な色調に整えて、常用フィルターとしては最適ですということで、まあ説明書き通りですね、これがパッケージの写真なんですけども、人物の影の部分が青みの関係で色が変わってしまう。で、この色味を整えるといった役割があるのがスカイライトフィルターということで、保護フィルターなのに色味調整機能が入っているというところが特徴なんですね。そしてもともとスカイライトというフィルターは、薄い膜のフィルター、薄膜フィルターですね。よくゼラチンフィルターという言い方をしますが、これはね、ゼラチンというのはコダックラッテンフィルターというコダックさんの出したフィルターの名前から来てるんですが、これはゼラチンではないリーのカメラフィルターズということで、これは健康扱いだった、健康扱いであるですね。で、今薄膜フィルターはだいぶやめてきているリーのフィルター見本帳ということで、こうやってめくっていくと 1A というフィルターに行き当たります。1A があって、その次が 1B ということなんですけども、これがね、カラーをコントロールするフィルターということで、この40ナノメーターから左側、紫外線域をカットして、なおかつ、このピンク色のバランス色が入っているというフィルターですね。で、もともとですね、この 1A スカイライトフィルターというのが、コダックラッテンフィルターで売られてた色味ということなんですね。で、この 1A スカイライトフィルターの薄膜フィルターを保護フィルター兼用ということにして作られたのが、当初 1A スカイライトという名前で売られていました。ところが、この 1A スカイライトだと色味が強すぎるということで、保護フィルターとしての特性を考えた場合、色味を薄いのにしようというので作ったのが 1B スカイライト。で、これたまたまね、 1B スカイライトというのがここにも入ってたりはするんですが、 1A、1B ですね、はい、1B スカイライト。
まあ、こういったピンクの色味をしているわけですけれども、1B スカイライト自体は実は健康が一番最初に売り始めたというふうに健康の先輩方は言っていますね。で、この 1A をより薄い色味にして保護フィルターとしての特性を優先させたのが 1B スカイライトということで、青空の下へ撮るときは、このピンク色のバランス色は役立つということなんですね。ところが実際当時の写真を考えていくと、ネガカラーで撮影することが多かったということで、このピンク色味が多少入っていてもプリント時に処理をされてしまうので、この色味が気にならないということで問題にならなかったというのが現状なんですね。まあ、1990年代ぐらいからベルビアという、まあ、有名なカラーリバーサルフィルムが出てきて、こういったピンク色味が好まれないということになりだして、保護フィルターですね。当時は UV フィルターの能力を下げた L37 といったフィルターが流行り始めました。その後、この色ガラスであったりとか、紫外線カットの能力はデジタルの時代はそんなに関係がないだろうということで、プロテクターという保護ガラスのフィルターが一般的になりました。だから今ではこのピンクの色味が入っていること自体があまり好ましくないということになってきています。デジタルの場合は撮った色がそのまま出るということで、プリント時に補正ということもまあできなくはないんですけども、そういったことを考えた場合に、もともとこのピンクの色味がいらないんじゃないかということになりますね。そのため、今ではこの 1B スカイライトという保護フィルターは売られなくなったということです。かなりピンクの色味が効いているように見えますが、まあ実際はかなり淡い色なので、写真上ではそれほど気にならなかったということがあったのかもしれませんね。まあこのようにちょっとピンク色がついてるということから、現在では保護フィルターとしてはあまりふさわしくないという考え方をされているフィルターということなんですね。当時はですね、このピンクの色味が肌色を健康的に見せるということで常用されましたし、あと、桜を撮るときにですね、白っぽい桜がピンクっぽく映るということでいいフィルターだというふうにもされていましたけど、今ではなかなかそういった出番もなくなったフィルターと言えるんではないでしょうか。まあ今保護フィルターとして昔使ってたレンズを譲り受けたという方でね、フィルターが 1B スカイライトがついているようであれば、通常のプロテクターと付け替えられることをお勧めいたします。田原英一のこのチャンネルでは、このような昔の健康フィルターの知識に関してもお話してまいりますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。